おはようございます。私は現在社会人4年目で人事部所属です。このまま働いていても社員事情や社内制度に詳しくなっていくだけで、世間的に評価されるスキルが身につかないのではないかと思っています。海外で働きたいと思いも強く、転職した方がいいでしょうか。おすすめの業界ありますか。語学は得意です。TOEIC975 持ってます。すごいですね。975、さっさと海外行った方がいいんじゃないですか。人事部所属だと海外に行くことはまずないと思うので、人生は1回しかないので、やりたいと思うことを信じてた方がいいと思いますよ。ちゃんと勉強した結果で TOEIC を取れているのであれば、それはちゃんと活かした方がいいんじゃないかなと思います。総計卒26歳、年収700万の外資系 IT エンジニアです。日本でのキャリアに不安はなく、それなりに満足してるんですが、いつか日本の財政が傾いて税金が増えたりしたら嫌だなと思います。オンラインでコンピュータサイエンスの修士を取るなど、今後海外に移住できるよう準備を進めた方がいいんでしょうか。国民負担率と呼ばれる日本の税金と、国民がその払っ、収入の中で払った金額でいくと 46% ぐらい日本がいるらしいので、その 46% なんですけど、高齢者の方って働いてないじゃないですか。なので働いてる人たちが実際に払ってる額でいくと、もうちょっと高くなると思うんですよね。なので日本はだんだんきつくなると思うので、そんでもしその今すぐ辞めたい、今すぐどっか行きたいって言った時に、行くための準備だと結構時間かかっちゃうので、今のうちから海外で暮らせるスキルは手に入れといた方が、精神的にも何かあったら海外行けばいいやっていう保険が得られるので、なんかスキルとしては手に入れといた方がいいんじゃないかなと思います。異世界転生したいってやったら言ってる民って言うけど、海外に行ったら文化も違うし言語も違うから、実質異世界転生してるんだと思うのだけど、ひろきども、異世界転生したい人って、異世界転生をした上で、何らかの自分の優秀な能力を持ってたんですよ。なので、無能のまま異世界に行っても、ゴミ虫のように潰されて終わるんですけど、なんかその異世界に行った時に、現代の知識が使えて、神様扱いされるとか、なぜかステータスめちゃめちゃ高いとか、強くてニューゲームがやりたいっていう話なんですよね。でも実際問題、海外に行っても、強くてニューゲームじゃなくて、だいたい海外に行くと、弱くてニューゲームなんですよ。言葉も通じないし、常識もないし、頼れる相手もいないみたいな。っていう感じで、異世界って、どちらかというと異世界よりも冒険に近いので、なのでナロー系は海外にはあまり行かないんじゃないかなと思います。はい。大学生です。 YouTube とアフィで計80万から100万を安定して稼いでいます。日本人は個人事業主ビザでオランダに移住しやすいとのことで、条件から政治経済まで調べたのですが、卒業してすぐに移住するは 2,3 年間だけ日本で社会人経験を組む、どっちが良いと思いますか。過去人間関係で散々な目に遭ってきたと、ブラック企業が怖いので就職は結構消極的です。今大学生だとしたら、新卒でここだったら行ってもいいなっていうところだけ受けて、で行ってみて、あ、やっぱクソだわって思ったら、さっさとオランダ行ってください。新卒じゃないと入れない会社っていうのがあって、まあ大企業なんですけど、大企業ってブラック企業率だいぶ低いんですよ。上場してるけど残業代出さないみたいな会社って、某 W で始まる居酒屋ぐらいしかないので、基本的には上場してる会社ってブラック率は低いと思ってください。で、それでもやっぱクソだよねって分かってからオランダ行った方がいいと思うんですよね。逆にその大企業行ってみて、あれ、大企業って結構ぬるま湯じゃんって、大企業に入ってるとモテるんですよ。給料高い、社会的に安定してるっていうのがあって、割となんか飲み会とか、そのなんかコンパとか行くと、なぜか会社名だけどモテるっていうのがあるんですけど、個人事業主です、オランダ行きましたっていうのだとモテないんですよね。オランダってめちゃくちゃみんな背高いんですよ。女性の平均が170センチぐらいあるので、僕男性便所とか行っても届かなかったりするんですよね。男性便所、まあ日本にあるやつは大体下まで子供が住めるんですけど、上の方にちょこっとついてるような便所っていうのがあって、あっちの男性って平均180近くあるので、つま先立ちしないと届かないとかあったりするんですよ。でトイレとかに入って、じゃあ個室に入って座ってみると、まあ足ブランブランしてるみたいなのがあるので、ちっちゃい子好きっていう女の人がいれば、まあモテるかもしれないですけど、基本日本人が行くともうちっちゃい子扱いなんですよ。だ女の人が僕と大体平均同じぐらいなので、っていうのもあるので、まあ、彼女もいて、オランダ移住だったら全然いいと思うんですけど、オランダでモテようとすると、なかなかハードル高いですよ。脳性麻痺です。海外旅行先でヘルパーさんやボランティアを雇うことは可能でしょうか？トラベルヘルパー計算すると99万ですか？アドバイスをお願いします。残念ながらトラベルヘルパーの方が安いと思います。海外旅行先で雇える場合もあるんですけど、国によるんですけど、雑な人来ない人ザラにいるんですよ。フランス人とか、頼んでも来ないとか、ごめん明日だと思ってたとか普通にあるので、脳性麻痺の状況によるんですけど、命に関わるので、たった90万で日本人が雇えるんだったら、きちんと日本人雇った方がいいと思いますよ。コスパで選んで死んだら本当にバカにならんので、信用できない国の人は本当信用できないので、来年の2月にオランダに個人事業主ビザで移住します。コロナで難しいと思いますか？はい。あと一度ビザの審査で落ちると、再度トライするときに審査が受かりにくくなりますか？はい。
コロナがというか不景気なんですよ、日本中ではなく世界中なので、世界中不景気なので、外国人で血のりがないところで新しくビジネスを始めるっていうのは結構不利なので大変だと思います。でビザの審査が1回落ちたっていうので、あのビザの申請の時に、だいたいその過去に審査申し込んだことありますかとか、過去に却下されたことがありますかっていう欄がだいたいあるんですよ、ビザって。で落ちた人を通しちゃうと、そこでちゃんと調査しなかったってことになっちゃうので、落ちた人だったら落ちる確率上がります。でちゃんとした人だと、落ちた人の一部理由調べて今回は大丈夫だからいいやってなるかもしれないですけど、落ちたチェックが入ってると結構ちゃんと調べて落とされる率が高くなります。なのでもし受けるのであれば、落ちないような状態できちんと最善の準備をした状態で申請した方がいいですよ。落ちたら落ちたで、また次準備してやればいいやってなるとハードルが上がる可能性があるので。23歳社会人1年目です。未経験者がエンジニアとしてパリで転職することをお勧めしますか？しません。もし難しいのであれば、行く前にフランス語検定を取得し、ワーホリビザを取得しようか迷っています。しかし調べてみてみると、ワーホリビザは評判が良くないみたいです。また初めてパリに移住するとしたらどんちくをお勧めしますか？またパリは家賃が安いので気をしやすい国ときました。何かアドバイスをお願いします。まず、外国のことを自分で調べられない人で、社会人1年目ぐらいの人は、今のコロナの状況で外国に行くのはお勧めしません。みんな優しくないんですよ。余裕があればみんなが優しくなってくれると思うんですよ。でも今どの国も経済的に余裕がなくて、知り合いでもないやつに構ってる暇ないんですよ。いろいろ調べて自分でやれますっていう、自分でなんとかしますってタイプの人であれば、外国行ってもなんとかすると思うんですよ。でもここで書いた質問ってググれば出てくる話なんですよ。でもググれば出てくるというもので、自分を進むのが安心できなくて、僕に1000円払って聞いてると思うんですけど、自分で調べたこととかで納得してこっちでいいんだっていう確信が得られないタイプの人って、多分いろんな人に相談したくなっちゃうと思うんですよ。でも外国に行くとまず言葉通じないので、その前で減ります。とたまたま日本人で親切な人がいたとしても、その人も忙しくなって、もうちょっとこれ以上無理っすってなる状態が来ると思うんですよ。でその時に自分自身で何とか切り抜けなきゃいけないわけですよ。例えば僕のフランスの滞在許可証って、もともと3月に更新の手続きをする予定だったんですよ。でもちろん3月なんで更新不能になったんですよね。で5月31日で期限が切れるっていうので、もう期限切れたんですよ。なので今フランスの滞在許可証期限切れてるんですよ。書類上は今違法滞在です。書類上はね。で、みんながみんな役所で滞在期限を延ばせないので、滞在期限6ヶ月延ばすわっていう発表をしたんですよ。その発表をみんなが知ってるかっていうと、知らないんですよ。なので、僕先月かな？日本に帰って、ドイツのフランクフルト空港経由で帰るって言ったんですよね。国民以外は今 EU 入れないので、もしくは滞在許可証持ってる人しか入れないので、ドイツの国境のところで、どこ行くのって言われて、あ、フランス、僕フランス住んでるんだよねって言ったら、じゃあ滞在許可証出してって言われて、滞在許可証出すと、これ有効期限切れてるから無理だよって言われるんですよ。もう、そう言われるのは当然わかってて、僕はフランスの政府が発表した6ヶ月間有効期限を延ばすよっていうプリントアウトとも印刷済みで、まあそう言われると思ってたけど、フランスって期限伸ばしたんだよって言ってそれを出したんですよ。どういう状況が起きて、それを防ぐにはどうすればいいかって自分で調べられて準備できる人じゃないと、多分そこで有効期限切れてるよね、そうだよね、じゃあ入れませんって終わっちゃうんですよ。相手の人がどういう知識レベルなのか、入国管理局なんだから、フランスのその有効期限伸びてるって知ってるべきだよねっていうのは当然そうでしょう。ただ知ってない人もいっぱいいるし、役所でやる気ないやつはいっぱいいるっていうのは事実としてあるんですよ。なのでどういう状況になるかっていうのをある程度想像して先読みして動かないと結構面倒なことが起こるんですよ。日本人って本当に役所の人真っ当なんで、役所の担当者によって対応が変わることってまずないんですよ。住民票のじゃあ登録したいんですけどって言われて、必要な書類って言われたらどの人でも同じもの言ってくるし、ちゃんと書類持ってければどの人でも対応してくるんですよ。でもフランスって人によって出せっていう書類も違うし、新しく変更したルールを役所の人が知らないとかもあるんですよ。これルール変わったんだよって言って、いや知らねえって言われて、なんかウェブサイトをこうスマホで検索して見せて、ほら変わったでしょって言って、あ本当だ変わったんだね、これ知ってたみたいなのを横の同僚に聞くみたいな、っていうのをお前らプロだろ、金もらってんだろっていうのがやるんすよ、っていうのがフランスで。アメリカもやります。なので基本信用しちゃいけないっていう、こいつらは信用に値しない、だから何かあった時自分で何とかするぞっていうのがないと、多分外国嫌いになると思うんですよね。別にこれアジア人差別とかじゃなくて、デフォルトこんな感じです。欧米でライブパフォーマンスをして生活するのが夢なのですが、プロでも仕事がない昨今、この先欧米のライブ会場の復活は期待できるでしょうか？30代女性なので婚活した方がいいでしょうか？働けばいいんじゃないですか？
欧米でライブパフォーマンスか結婚かっていう二択が、なんでこの二択しかないのかわかんないですけど、まずライブパフォーマンスして生活できるぐらいのレベルの人であれば日本でもライブできます。で、日本でライブでお客さん集められない人が欧州とかアメリカでいきなりお客さん集められる可能性はだいぶ低いです。見た目がめちゃくちゃいいから歌が上手かろうが下手だろうが客が来るっていう自信があるんだったらいいんですけど、これだけ見た目がいいんだったらもう日本でも多分声かかってるはずです。日本でもうまくいかないのであればそれは欧州に行ってもアメリカに行ってもうまくいかない確率は高いです。で、ライブのような音楽活動っていうのが好きでそれをやりたいのであれば自分でお金稼いでやった方がいいです自分でお金稼いでれば別にその空いた時間とか趣味の時間でライブできるじゃないですか。なのでその自由が手に入るんですけど、じゃあ結婚しましたってなると多分ライブをする自由もありませんと。で、配偶者の言いなりになる可能性があるんですよね。お前の生活は俺が保証してるんだから俺の言う通りやれと、ライブみたいな外でやるんじゃねえみたいなっていうのもあるので、もしその音楽をやっていきたいっていうのがあればちゃんと自分で稼げるようになってその自分の趣味の範囲内でやれる方がいいんじゃないかなと思いますけども、40歳育ちの悪い団地出身の僧侶です。最近相談件数が増えました。内容は死、病、将来、霊障のことなのです。話を聞くと祈ってほしいとなります。ごまたきということなどをして祈ります。結果うまく進むことが多く相談者の満足度が高いみたいです。配信でやったりもしましたがそれも好評で将来性が勝ちます。これは海外でも通用するでしょうか？いいえ、20代の半分くらい海外をフラフラしていた経験もあり、妻も多宗教の外国人です。ちなみに承認遊びに経て30手前で大学に行き僧侶になりました。ごまたきが役に立つというわけではなく、もともと話を聞いてほしいという人が僧侶の人に聞いてもらって何かをやると効果があるというふうに思い込んでいてやってるっていうのでスッキリするっていうだけなので、外国だとそのごまたきの意味とか僧侶に対して話をすることの意味っていうのを文化的に伝えるのが難しいんですよね。キリスト教の神父に対して懺悔をするみたいなのだったら、そのキリスト教の教会で懺悔室があってそこで神父さんに話をするみたいなセッティングがあってこういうことだったんですけど、相手の方がその文化に所属しないとなかなか難しいんじゃないかなと思います。幼児3人の母です。夫は会社を経営していますが毎日倒産した場合どう生活するのがいいと思いますか？私は英語が話せます。多分幼児3人いたら英語が話せても働かないと思います、というか働けないと思います。今ってコロナなんちゃらとかでリモートワークの人ってだいぶ増えちゃったんですよね。そのせいあって英語が喋れるから、じゃあその家で英語を教えますみたいなのをやるとしても同じようなことできる人がいっぱいいるんですよ。ちょっと前だったらなんかリモートで英語を教えますみたいな人ってあんまりいなかったんですけど、今その失業してますっていう人も含めてリモートで英語を教えますになってめちゃくちゃいっぱいいるんで、英語が話せるぐらいでじゃあ生徒どうやって見つけるのっていうと相当難しいと思うんですよね。お子さん3人も世話しなきゃいけないわけじゃないですか。なんか幼児ですよねそうするとじゃあ食事の準備したりとか、夏休みとかの今あの保育園やってませんみたいなので、その3人分のなんか食事用意して着替えさせてなんか下からおむつ替えてとかっていろいろやってて、じゃあその英語の教える相手見つけたとしてもその人に対して90分間集中して教えることができるかっていうと多分できないと思うんですよ。幼児3人90分間何も問題を起こさない状態でいるのかって言ったら分かんないじゃないですか。なので幼児3人いる状態で働いて稼ごうとするのは多分ものすごい失敗になると思います。で、会社潰れた後にその旦那さんが働けばいいんじゃないですか。就職して会社が潰れるっていうのはあの確率の問題で発生するんですけど、働けないってわけじゃないと思うので旦那さんを働かせればいいんじゃないでしょうか。先ほどの3人の幼児母です。倒産したら海外移住希望ですがどうでしょう。一応夫婦で投資をしており不動産も所有しています。金があるんだったら別に働かないでその金で暮らせばいいんじゃないですか。今コロナの状況があるのでビザ取るのめちゃくちゃ難しいと思いますよ。何らかの資格があるとかすでにビザがあるとかだったら別ですけど、そうじゃなくて滞在ビザとか労働ビザを取るのはかなり難しいので、3人のお子さんが言葉の通じないところで育てるのはすごい大変だと思うので、普通にお金があるんだったら働かないでお子さんたちを日本で育てればいいんじゃないでしょうか。19歳高卒で調理師免許を所持しています。今ホテルの結構いいレストランで月収手取り13万年2回の所有で働かせてもらってます。ですが自分は人の下で働くことが嫌なので起業を考えています。大麻が好きなので大麻合法な国で起業しようとしたらどういう会社がいいと思いますか？料理関係の仕事にはもうあまりつけたくないんですが、資格を持っているのでやはり料理関係の方がよろしいでしょうか？高卒であればもう料理関係以外海外で働くのはなかなか難しいと思いますよ。オランダだかアメリカだかになると思いますけど、寿司レストランとかに就職すると割と就職しやすい
いので、寿司屋になるといいんじゃないかなと思います。22歳高卒無能です。ワーキングホリデービザで現在1年ほどオーストラリアの農場で働いています。このまま就労ビザを習得し、同じ農場で8年9年ほど働こうかと考えているんですが、その後30歳から農場の職歴だけで日本で就職することは可能でしょうか？肉体労働はしたくないです。英語力は中の下程度で中途半端です。微妙だと思います。オーストラリアの場合って、労働者の時給が高いので、農業でもそれなりに食えちゃうんですけど、農業関係で肉体労働だと別にその、きちんとしたデスクワーク用の英語が喋れなかったりするんですよね。英語喋れるかといえば喋れるんですけど、ホワイトカラーとしての仕事で必要な英語が喋れるかっていうと結構きつい状態になっちゃうので、その状態で30歳で日本帰ってきましたって言っても、ちゃんとした会社で働ける英語力はないので、スキルとしては日常会話の英語ができる30歳になっちゃうんですよ。日本に帰ってくるっていうのを考えるのであれば、そこで農場で人生を費やすのはどうかなと思います。今月で通信制高校卒業の18歳です。夜勤をしてお金を貯めて物価の安い国を転々とする生活しようと思ってます。コロナがある程度収まったら彼氏のいるメキシコに協定なんです。英語もスペイン語もほとんどわかりませんが、なんとかなると思っています。ゆるくさん的にどう思いますか？まあ、5年ぐらいなんとかなると思うんですけど、18だとまだ10年かな。28になると、何の能力もない28歳っていうかなり微妙なポジションになるんですよね。で、結婚できてればいいんですけど、結婚できてないとすると、なかなかきつい状態になるので、現地の言葉をある程度喋れるようになるっていうのはちゃんと意識してやっといた方がいいですよ。そうすると、28の時少なくとも英語は喋れるとか、少なくともスペイン語は喋れるっていうので、スキルがある状態の28歳になると思うので、まあ5年ぐらいは楽しく暮らしてみてください。仲間4人と会社を立ち上げた19歳です。地方国立大学に通ってたのですが、自分の会社で一生生きていくと決めたのもあって、大学に僕の未来はないと考え自主退学しました。ウェブサービス中心なので能力強化と会社にとってのメリットを考え、コロナが収まり次第僕一人ワーホリビザで海外3年以上考えています。仲間はスキル面で必要なメンバーを集めました。まだ軌道には乗ってないんですが、今後利益を安定させるためのアドバイスありますか？大学に戻ってください。海外で働くのであれば、ちゃんと大学卒業した方が海外のちゃんとした会社になります。高卒の状態で海外に行ったとしても、飲食店とか日本食レストラン屋さんとかデスクワークじゃない仕事にしか入れないんですよね。例えばじゃあそのアメリカの IT の会社で働きたいですってなった場合に、高卒ですっていう時点でいらないってなっちゃうんですよ。大卒ですっていうのであれば IT の会社もじゃあ使ってやろうかってなったりするので、本当にその海外での自分のコネクションとかに価値がある形にしたいのであれば、きちんと大学卒業した方がいいです。3年その海外に行くとかっていうので遠回りする気があるんだったら、もう一回入り直して4年かけて大学卒業した方が最終的に会社はうまくいくんじゃないかなと思います。23歳超公立大4年生政治哲学専攻野球歴12年の大会系、将来目標が2つあります。35歳で海外移住に、55歳で2億の資産を持ち引退。ゆるきさんなら以上2つの目標を達成するためどのようなキャリア形成方法を取るでしょうか？ちなみに就活中で内定ないです SIR 系の企業を志望しています。やっぱり哲学専攻って不思議な人たちと思われちゃうんですかね。はい、基本的には哲学系を取ってる人ってめんどくさそうだっていうのがあるので、就職で有利に働くことはあんまりないんじゃないかなと思います。で、35歳で海外移住と多分55歳で2億の資産っていうのが両方成立させるとすると、多分海外で稼げる状態になるっていうのにならないといけないので、そうすると今のうちから語学をやる必要があるんですけど、金を稼げるスキルと語学の両方をやらなきゃいけないんですよね。英語喋れますっていうだけだったらアメリカ人最初から英語喋れるから別に何のスキルもならないので、英語喋れるプラスアルファ何かできるかないと戦えないわけですよ。ところがどっこい、日本の政治哲学とかって外国に行くと何の意味もないんですよ。で、野球が得意とかも基本何の意味もないんですよ。日本だとその大会系とかで営業で結構評価されたりするんですけど、他の国ってあんまりその日本的なウェットな営業ってそんなに役に立たないんですよね。役立つとしたら中国ぐらい。なので大会系をもし行かせたいのであれば中国に行くとかになると思うので、中国語か外国語英語かやって、あとスキルを何を手に入れるかになるんじゃないでしょうか。低変更でもうすぐ高1です。有名大行きたいですが、どこにすればいいかめちゃくちゃ迷っています。将来外国で働きたいですけど、やっぱり外国の大学に行った方が良いですか？外国の大学に行くためには語学である程度点数を取らなきゃいけないので、高校生だったら英語の勉強してください。TOEFL っていうのを受けると、大体 TOEFL のこの点数取れるとこの大学受かりますよ、みたいなのがわかるので、僕が留学した時に、TOEFL が今ちょっと点数の換算が違うっぽいんですけど、僕がやった時は確か640点が最高点で、500点以上だと大体アメリカ留学できるよねって言われて、で510点かなんか取って留学したんですよ。っていうのがあるので、まあとりあえずTOEFLで大体何点ぐらい取れると、どの大学入れるみたいなのが分かるので、英語勉強してTOEFL受けてみるといいんじゃないかなと思います。
以前の配信で就職するならアメリカで就職した方が良いとおっしゃっていましたが、どのレベルの日本の大学院を卒業すればアメリカに初任給1000万円と就職できるのでしょうか。また一般的にアメリカの生活費はどの程度必要なのでしょうか。まず日本の大学院のどこを卒業したらアメリカで就職しやすいとかっていうのはほぼないと思ってください。アメリカ人の多分 99.99% ぐらいは日本の大学の名前一つも言えません。で、0.001% ぐらい東京大学って言える人はいるかもしれません。あとは昔日本人の彼女と付き合ってて、その彼女が言ってたのがなんとか短大みたいなので多少名前を知ってるっていう人がいるぐらいで、基本的に日本の大学のレベルとか名前を知ってる人はいません。日本だとその慶応とか早稲田とかはレベル高いんだよとか筑波大学高いんだよって言われるかもしれないですけど、外国の大学のことなんて本当知らないことばっかりなんで、例えばじゃあオーストラリアで一番レベルの高い大学の名前言ってくださいって言って今書ける人います。ニュージーランドでもいいですよっていう感じで、他の国の大学のレベルなんて知りゃしないんですよ。ソルボンヌ大学はフランスね。ちなみにソルボンヌ大学ってフランスの中で実はそんなに高くないんですよ。メルボルン大学、メルボルン大学、シルバニア大学、アーカンソー、シドニー大学、オーストラリア大学、オーストラリア大学ありそうだよね。正解は何なの？僕知らないで言ってるんだけど、まあコアラ大学じゃないことは確かなんですけど、キャンベラ大学はないんじゃないかな。そんなわけで、日本人はそのペンシルバニアの大学だったりとか、そのなんかハーバード大学とか聞いたことがあるんで、日本人はアメリカの大学をいろいろ知ってるんで、アメリカ人は日本のことを知ってるだろうみたいな誤解があると思うんですけど、基本どれも知らないです。あとアメリカ人って本当に外国のこと興味ないので、トヨタとかソニーはアメリカのメーカーだと思ってます。だってアルファベットじゃんって言われてだよねみたいな、そんなもんでさえ。なのでもし就職したいのであれば、一回インターンでどっかに入るっていうのが一番早いんですけど、一年だけどっかの大学に留学っていう形にして卒業したりすると、その1年間働けるビザがもらえるんですよね。その間にインターンで潜り込むとか、あとはその大学の専門のでちゃんとその論文英語で書いて、こういう研究してますけど雇ってもらえませんかっていうレターを送るとかっていうのでをひたすら送り続けるっていう地道な作業になるんじゃないですかね。海外居住の場合、日本で納税の義務はないのは理解できました。日本の国税調査があった場合、海外で納税していることの証明が必要なのはなぜですか？日本って国によってなんですけど、こっちの国で納税してるんだったら日本では納税しなくていいよっていうので、海外租税条約っていうのがあって、どっかの国に納税してるのであれば、お金払わなくてもいいっていうのがあって、例えばじゃあ、日本で300万円の収入がありました。フランスで200万円の収入がありました。合わせて500万なんですけど、フランスで納税しましたっていうのであれば、日本の300万円納税しなくてもいいんですよ。日本にフランスで納税したからっていう形で、そのどっかの国に納税してるのであれば、日本で収入があったとしても納税しなくてもいいっていうルールがあるんですが、他の国に納税してないのであれば、日本で300万の収入があるんだったら、そこは日本に納税するべきですよねっていうのは税務署が言ってしまうので、日本で収入が一切ないのであれば、日本の税務署も文句言わないんですけど、日本で収入がありながら海外に納税してますというのであれば、海外で納税した証明書を出してくださいって言われると思います。はい。日本人の妻と2歳と6歳の娘とフランスの田舎で暮らしています。さらに5年10年くらいこちらにいる場合、子供の学校は現地校、インター、パリ日本人学校、どのような学校に通わせるのがいいと思いますか？ 2、3 歳、なんか日本人学校に通ってる子供が大きくなった話はあんま聞いてないんですよね。僕前にその日本人が割といるところの語学学校的なところに通ってたところがあって、そこでそのなんか2、3年だけその東京から出張できてますみたいな人がいて、で日本人の学校に入れてますみたいな話を聞いたんですけど、日本よりも日本っぽいみたいですごい大変って話を聞きましたね。日本の場合って共働きの人多いじゃないですか。まあフランスに駐在する場合って旦那さんがまあ仕事の関係でこっちに来て、奥さん暇ですっていうか、もう奥さん働かないですっていうのがほとんどなんですよね。まあそもそも働ける能力があるわけでもないっていうのもあるし、その労働のビザを取るのも大変なので、そもそもフランス語喋れないよねっていうと、現地で企業で採用されるのもきついってのもあったりするので、旦那さんがその駐在っていう形で来た奥さんのビザだとそもそも働けないかなっていうのもあったりするので、基本的にその専業主婦が多いんですよ。で日本の場合だと共働きの人もいるので、その子供の世話だったり PTA 的な活動っていうのはそんなに大変ではないらしいんですけど、こっちだとなんかね、輪をかけて PTA 活動大変
っぽいんですよね。みんな専業主婦なんで、すげえ凝って作ったりするらしいんですよ。なんか卒業アルバムみたいなやつとか。卒業アルバム毎年作るんですけど、毎年作る時の初年度の最初の段階で、なんかもう発注が始まるらしいんですよ。普通卒業アルバムって6年生かながなんか終わって、残り3ヶ月とかで、じゃあこの写真使おうかとかで決めるんですけど、なんかね、アルバムの外側の外装を全員分手作りで作るとか、なんかおしゃれに刺繍するみたいな、そういうのが当たり前だよね、みたいなのらしくて、それをなんか手縫いでやるらしいんですよ。その年だけなのか、たまたまそういう年だったらわかんないですけど、で、一回それやっちゃうと、次の年も頑張らなきゃいけないよね、みたいなのがずっと繰り返されていて、かなりその学校の世話をするのが大変らしいんですよね。で、あと、まあ、日本の人って普通学校、小学校とかって子供が勝手に学校行くよねって至極当たり前な感覚だと思うんですけど、アメリカとかフランスって子供だけで学校に行くのが違法だったりするんですよ。まあ、地域によってですけど、パリとかだと12歳ぐらいまでは、11歳かな？子供が一人で外歩いちゃダメなので、親の引率にしなきゃいけないっていうのがあって、なのでその日本人学校とかも子供を連れて学校に行くための保護者っていうのが来週かなんか割り当てられてて、それをしなきゃいけないらしいんですよね。まあ例えばじゃあ本当に共働きになろうと思っても、子供のなんか引率をやらなきゃいけないよねとかで学校行かなきゃいけないみたいな。ほんでその帰りとかも引き連れて帰らなきゃいけないみたいなのがあるらしくて、相当きついっていう話を聞いたので、まあそれは現地校でもまあ基本的にはそうなんですけど、なので日本の方がそういう意味で教育の中身は置いといて、親の負担で行くと日本の方が負担は少ないんじゃないかなと思ったりしました。はい。海外大学院進学で来週からアメリカに行く予定などですが、最近アジア人対象のヘイトクライムがえぐいというのを毎日見にします。自分も少しビビり始めてるんですが、キーウでしょうか。海外に行くのは初めてなので感覚がつかめません。もし危険なら対策などあれば教えていただきたいです。ボストンです。僕はボストンにいないので分かんないですけど、海外のヘイトクライムがどうこうとかって、いつも言われてるし、いつもあるんですよね。コロナ禍で、そのなんかアジア系の人が差別されるみたいなのってフランスでもあるんですけど、ちなみにセーヌ川沿いはマスクつけないと罰金エリアなんですけど、スネパシノは、一応罰金エリアなので、今の人は撮影されるのが嫌だったんでしょうね。チャイニーズゴーって言われました。大体まあ、アジア系の人を見ると、中国人だとみんな思うので、とりあえずシノワっていうか、チャイニーズって言われるんですけど。別にコロナの前からアジア人差別はいっぱいあるんですよ。で、アジア人差別は置いといて、そもそも論人種差別っていうのは昔からずっとありました。僕が知る限り、物心ついた時から人種差別がなかった時代ってないと思うんですよね。どんな場所でもどんな時代でも人種差別はあります。ニュースになるのって珍しいからニュースになるだけで、実際問題そこまで多くない気がするんですよね。パリで女性が賛成のものをかけられて、塩酸のようなものをかけられたっていう事件があったんですよ。その人が日本大使館かなんかに行って、で日本のニュースになったんですけど、結果としてそのパリの区長かなんかも動き出したんですけど、その人が結局その被害届出さなかったんですよね。出さなかった理由は定かではないんですけど、大した被害がなかったっていう説だったり、実は塩酸ではなかったっていう説だったりっていうのがあったりするので、でそんなになんか大事ではなかったんだなという話なんですけど、でもそこまでそのなんで被害届出さなかったのまで追わないんですよ、日本のニュースは。結果としてその日本に流れたのは、そのなんか日本人の3人かなんかで歩いてた女性が塩酸のようなものをかけられたというニュースだけが流れて、なんかパリ越えみたいになったと思うんですけど、コロナとか関係なく、もともとそのひったくりとかで日本人狙われやすいんですよ。中国人がめっちゃ金持ってるので中国系に見えるというだけで、日本人も同じように襲われやすいですと。日本ってめちゃくちゃ治安がいいので、その治安がいいと誤解したままフランスに来ちゃう人が多くて、若い女性でスカートを履いてる人なんてこっちではほとんどいないんですけど、大体履いてるのアジア人なんですよね。で大体日本人だったりしたんですよ。まあ今韓国人が少ないですけど、っていうのがあって、そもそもその感覚が緩いから、盗む側襲う側としても襲いやすいっていうのがあって、襲われやすいっていうのがあるんですよ。なのでそれがそのなんか人種差別かアジア人差別かっていうと、単純に襲いやすいし金持ってるからっていう、その日本人ってあんまりクレジットカード使わないで現金使いたがるじゃないですか。こっちの人って現金ほぼ持ってないんですよ。ほぼカードで済ますので、なぜか日本人ってその現金持ちたがるので、ひったくるとカバンの中に現金とか入ってたりして足がつかないみたいなのがあるので、余計襲いやすいと。まあ中国の人もそうなんですけど、っていうのがあるので、なんかそれって人種差別なのかなって僕は思うんですけど、はい。大学3、5年院行って
院 1.5 年の6年で早期卒業できるようになって、大学から給付型で60万もらったんですが、真面目にいつか道ありますか。あと、応用科学科にいるんですけど、科学はやっぱり大企業が強いですよね。はい。科学分野で世界一、ドイツの企業で将来働かないかと誘われているんですが、ドイツ行きはひろゆきさん的に気をつけなきゃいけないことありますか。あ、ドイツ全然いいと思います。ただ、飯まずいらしいですよ。ドイツ人が毎日同じもの食うっていう話を聞いたことあるんですけど、まあ、人にはよると思うんですけど、日本人っていろんな美味しいものを食べるの好きなんですよね。で、それが当たり前だと思ってるんですけど、ミシュランの星が一番多い都市って東京なんですよね。他の国の人って毎日ジャガイモとソーセージでも別に構わないよっていう人たちだったりするんですよ。それが当たり前なので、毎日ジャガイモとソーセージで何にも気にしないで、寿司美味しいよ、あ、確かに美味しいね、うん、美味しかった、じゃあまたジャガイモとソーセージ食いますみたいなので、日本人って毎日じゃあランチはイタリアンに行って次中華食ってとか、いろんな美味しいものを食べたいみたいな欲望があるじゃないですか。あれがある人は海外行くと結構きついんじゃないかなと思います。それがないんだったら全然いいんじゃないですか。ドイツは法律いいし静かだし、電車が静かなんですよね。日本ってその電車でブザブーとかなるじゃないですか。あれがないので、静かに開いて静かに閉じて、電車のその改札みたいのもないんですよね。自分でその印字のをガシャってやるんですけど、であれをやらないと捕まると罰金っていうだけで、別にやらないからなんだで、引っかかってブーってなったりとかもないんですよ。っていうので、割とその国民を信用するっていう文化が割とドイツは強い気がするので、なので物事が効率に回ってて、割とお互いを信用し合ってる感がある国なので、もしその相性が合う人だったらいいんじゃないかなと思います。男女でマッチングアプリのクラファンの申請待ちです。これから高校打つのにインスタグラムは効果的でしょうか。また効果的な方法ありますか。また海外のクラファンでこのサービスでお金を集めるにはどうすればいいですか。クラファンでマッチングアプリの広報をするって考えてる時点で多分うまくいかないと思うんですよね。クラファンで、まあ、前もって自分が安く得するとかっていうのだったりとか、他で手に入らないものにお金を払うっていうのの人はいるんですけど、マッチングアプリなんていくらでもあるじゃないですか。なので別にわざわざクラファンで自分のお金を、その、要はクラファンの場合ってそれが成立するかどうかわかんないし、損債とかうまくいくかどうかもわかんないので、それだったら最初からうまくいって、で、その異性がそれなりにいるところにお金払うと思うので、基本的に無理だと思います。で、海外だとなぜお金が集められると思ったのかもわかんないです。日本人ってスパチャ今いっぱいしてらっしゃる方がいるのでわかるように、ネット上のサービスにお金払う率結構高いんですよ。なので、出会い系サイトみたいなの日本でやったら結構儲かるんですけど、海外の人ってめっちゃ渋いんで、海外の人の方がクラファンはきついですよ。ただ、英語圏のクラファンがすげえ金額集まるのって、英語圏って人数が多いんですよ。そもそも日本人って1億人しかいないんですけど、英語圏っていうだけで20億人とかいるので、結果として集まるやつはめちゃめちゃな金額が集まるっていうのはあるんですけど、ただ一人当たりでそのオンライン上にお金を使う割合でいくと、海外の人は全然お金使わないですよ。海外ではタトゥーに偏見等はないという主張が散見されるんですが、 YouTube ではタトゥープランクと検索するとタトゥー入れたことに対してめちゃくちゃキレてる外国人のヘアパートナーがいました。本当に偏見等はないでしょうか。別に偏見ある人もいますよ。人それぞれなんで、マジタトゥーとかうざいよねって人もいるし、メッセージを書いたりするじゃないですか。人の名前書いちゃってそこで別れちゃったりすると、元彼の名前がずっと入ってて、でそれを手術して消してて、なんか汚い跡が残るみたいなのもあったりするんで、トラブルなことは全然ありますよ。ただ日本よりはそのタトゥーに対する偏見が少ないって話ですね。以前アメリカドラマで全く仲良くない男女が仕方ない状況で一緒のベッドで寝ることになりました。その際に女の子から指一本でも触れたらただじゃおかないからと本当に冷たく言い放されました。気の弱そうな男の子はそれってピロートークかいと弱しく返答したのを見て大変驚きました。そんな悲しい状況でもジョークで返せるのって海外だと普通でしょうか。日本人だとそこまで言えない気がします。ジョークだと思ってるからじゃないですか。それだけだと思います。あとドラマなんて